いよいよガンダムランクが見えてきました。この戦いに勝利すれば昇格ですから頑張りた。そうそう。こういうのでいいんだよ、こういうので。相手は間違いなく強敵です。頑張ってください。それでは気合を入れ直して戦いのスタートです。よろしくお願いいたします。ちなみに先ほどの戦いで玉砕してから連敗が続き、一度レジェにまで落ちてます。やっと戻ってきたよ。私の編成は前回と同じでございますね。変更点としては五冠多無才に変わったくらいでしょうか。向かってくるはダブルデータとミレンジン、対してこちらは安定のジンセリンをいよいよ持って邁進させる次第であります。ミレンジン側に防衛を当てると増援が厄介ですので、殲滅で受けたいですね。フリーダムが跋扈する現環境、拠点付近に殲滅を出すのは主と言われますが、堂々の拠点展開です。殲滅を展開する際、本来はこの位置がベストであるとされております。理屈としては敵フリーダムがこちらを狙いに来た際、拠点付近に展開している防衛並びに拠点そのものが巻き込まれるのを防ぐためですね。ですがこの位置に殲滅を置き、敵フリーダムが予定通りこちらの殲滅を掘ってきた際の弊害として2つ経験しております。1つ目、制圧を殲滅で落としきるまでにケツを掘られ続けるために耐久がカツカツになってしまう。2つ目、再撃を浴びた場合火力が落ちるため制圧を落としきれず、さらに射撃禁止で近接戦に移るために拠点周りを守る位置にとどまれなくなる。相手の再撃に対抗してこちらも再撃を打てればいいのですが、位置的にそれも難しいのが一番嫌ですね。対してこの位置に展開した場合、まずは敵殲滅がこちらの殲滅を削りに来るまで多少ですが時間を稼ぐことができます。さらにこちらの再撃範囲に敵制圧と殲滅を捉えられますので、場合によってはぶっ放すのも視野に入ります。ですので、こうやって拠点を犠牲にした位置にボブフリーダムを展開する必要があったんですね。ちなみにこの理屈が正しいかはわかりません。フリーダムで敵制圧を処理するのがそもそもあれかもしれませんし、なんなら私まだレジェンドランクですからね。以上、持論公論のお時間終わりです。試合に戻りましょう。どこからスタートするんだったかな。防衛のトールギスを展開するところっぽいですね。前段発射を持っているダブルデータは優先して防衛処理したいですね。脅威となる敵を見極めることが大事だと教えてもらいました。お相手も防衛展開、ユニットは安定の準少年ガンダムのようです。そして自動がフリーダムに乗って左に展開ですね。さっきの持論が各国崩壊の一途を辿っておりますが、私は元気です。敵フリーダムと同じレーンに防衛を残すと漏れなく事故りますので、左の制圧を処理次第トールギスは右に逃がす所存です。移動させるのがちょっと早かったですね。一発拠点にもらいましたが、まあいいでしょう。右で頑張るボブをキラ順将が新たなる剣で援護します。戦いは数だよ兄貴。ここでこちらのジンペリーヌが撤退。結構長持ちしてきてくれたのは敵防衛が近接戦を展開していたのだと推察します。互いに制圧が撤退しましたね。ここからは花の殲滅戦でございます。左の敵フリーダムは2体がかりで対応しましょう。まずは再撃食らっても大丈夫なように遠距離機体のファラクトを展開です。アビリティ分のコストを貯めてからジャスティスを展開したいですが、こちらのフリーダムにハマーン様ジャスティスをぶつけてきましたね。サジン用のコストを一旦右に回すことにいたします。再撃準備に入ったところでアキラのフリーダムのアビリティを使ってまいりました。ファラクトが食らう分には近接戦に移行できるので結構大丈夫です。ジャスティスが爆撃で返してきましたね。先に砕ければ被害も抑えられます。大丈夫だったみたいですね。お相手フリーダムも再撃を使いましたので、こちらもジャスティスで強撃いたします。背後を取れても再撃で巻き込まれる可能性ありますからね。どうして背後にも判定があるのだろうか。殲滅が全てで揃ったので簡易の出番です。カロリーこそが我々の力の源であることを示しましょう。このまま殴りかけそうですが、 SP で一気に削られるのを嫌い爆撃を発射です。ファラクトはメイン武装砕かれてるので落ちてもらってもいい気がしますが、この後の展開があるので多少はね。自動フリーダムを無事撃破です。敵防衛への道が開けたことは圧倒的に明らかですね。ここでは相手のジンリカルドが出撃、タイミングが後押しと SP ゲージ溜まってるのでぶちかましますね。狙いましょう。さあ
SP さんのゲージタイミングに対応できなかったようですね。相手の防衛が移動したのを見て腹打ってもよかったかもしれませんね。それなら余計な黒糖を使わせるのに成功していたかもしれません。カモカモうるせえな。お相手の手札をどんどん削っていく。これこそが戦略さんの誉れです。お相手の制圧が防衛移動を見て出撃してきました。こちらも攻めるチャンスですので制圧を右に行です。こういう時に制圧を左右どちらに出すかは未だに悩みますね。戦略制圧を重ねすぎるとフリーダムにまとめて焼かれる可能性があるので左右に分けるようにしてますが、果たしてどれが正しいのやら。敵の攻撃に備えてください。落ちなさい。ここでお相手ダブルデータの戦術技が拠点に直撃。どうしてももらっちゃうよな。左を制しましたので防衛を右に移動させるといたします。なに全弾発射一撃。やー間に合わなくなっても知らんぞー。ダメだったみたいですね。見た目バリア全開間に合ってたっぽいのですが、内部処理的にはワンタッチアキラが早かったようです。浴びたものは仕方ありません。相手のコストを使わせたものとして前向きに受け止めましょう。案の定アキラにコスト不足の表記が見えますし、手札が揃うまでにリードを縮めるまでです。 SP ゲージが溜まったので銀の戦術技を打つチャンスなのですが、今は我慢いたします。相手が安全に防衛展開するまで時間かかりますし、素の殴りでめくれるからの判断ですね。警戒していたフリーダムは左に展開、殲滅2体を先に処理するのが狙いのようです。バラストを縦に鉄鉄が詰めることに成功しましたね。爆撃で有利を取りたいところ。最撃を食らえば鉄鉄は機能停止しますが、コスト不足が見える今その恐れは少ないと思われます。そして右拠点の破壊に成功。やはり拠点に戦術技を打つ必要なんてなかったんや。ノリス君さー、爆撃外してません。おファックですわよ。右のフリーダムを釣るために逃げる陣が展開してきましたね。ここで冷静に両面攻めを選択されると結構困るのですが、どうやらお相手の動揺を誘えているようです。コストに余裕があるので増援を一つまみ、ここは打っても良さそうですね。リードを広げましょう。広げたリードはおよそ20。後の守りをミスらなければ安心できそうなラインにまで持ってこれました。ここで敵防衛が戦艦前にエントリー。長かった制圧の進撃もここまでのようです。ちなみに先ほどの増援は敵戦艦の範囲外ではありますが、その前に展開する敵ユニットを狙える位置におりますので、こう、かなり嫌がらせできる感じで運用できますね。フリーダムの戦術技当てれば飛ばせそうな耐久まで削れてますが、リカルドが持ちそうもありませんね。クオレハ、ここでリカルド撤退。次の出撃は間に合わなさそうだな。制圧ダブルデータが見たび出撃してきましたね。もうフリーダム忘れない位置ぞ。ここ見返してて気づいたのですが、ジャスティスの爆撃もっかい使えましたね。もったいないな。なぜ敵フリーダムがこの位置まで移動してきているのでしょうか。まあいいや、まとめて厄払いましょう。ユニットの位置関係のせいで逃げたはずの敵防衛取れるって最高ですよね。ファラクトが戻ってきたので出撃を検討。どこに置くのが最適解か。ここ悩んでますが、とっととこの位置に出撃すべきですね。ワンチャン敵ジャスティスが防衛を狙ってくる可能性もあるにはあります。増援を上の方に置いてますが、念のためにはね、って感じです。ボブが落ちましたね。今まで一度も落ちてなかったってマジ。ここでは相手が全弾発射を選択。徹底するならスタン打っておくべきだったかもしれません。拠点を上から折られましたが、ダブルデータも落とせましたね。素敵だと思います。時間も残すところあと1秒。お相手逃げる陣が出てきたので防衛移動してゲームエンドです。全滅戦をしっかり制し、防衛撃破まで繋げたことが勝利への要因となりましたね。途中こちらのコストがカンストするシーンがありましたので、もうちょいアビリティ打ってもよかったかな、とは思ったりもします。お。ランクアップしました。
やっとガンダムランクに到達しましたね。私の実力ですとここに至るまででも結構アップアップです。現状このデッキが使ってて楽しいのでしばらくこれで走りたいと思いつつ、いよいよリンクスフォージレアが解禁されるのでそれらを使ったデッキも試してみたいですね。本日の動画は以上となります。ちなみに初代チャンクとの戦いは概要欄に載せてますので、興味ある人はチラ見してみてください。それで初見の戦場でお会いいたしましょう。